日本文理大学チアリーディング部は日本のチアリーディングのチーム、日本文理大学の学生で構成されている。チーム名称はブレーブス。1994年創部。当初は女子学生のみのチームであった。1999年から男子学生を部員に迎え入れるようになり、男女混成チームとなる。2004年に以前日本選抜選手権大会で準優勝。 2005年にチアリーディング日本選手権大会で初優勝。以来、2010年のアジアインターナショナルオープンチャンピオンシップまで全国大会15連覇を達成した。2010年、第24回チアリーディング日本選手権大会に参加費を日本チアリーディング協会に期限までに振り込まなかった不備があったことで参加資格を喪失したため不参加となり、 全国大会連覇の記録がこの大会で途絶えた。例年10月の1期祭及び3月にチアリーディング部の公演を開催している。2012年度は2013年3月9日と10日に大分県の飯1子総合文化センターオンの泉ホールで2回行われた。3月20日に福岡県のキャナル式劇場で行われた。全国大会での実績があることから何度か テレビ番組で取材され、紹介されている。ありがとうございます。